ちを流しつもめっちゃいいね、可愛いでしょ、よちよち。止まります？止まってる？なんでだろう。Wi-Fi切ったのに。あれ？なんででしょう。人による？あ、そうなんだ。ショールームのやつか。で、私には何もできないんだ。個人差ですって。止まるかもしれませんよって書いておく。ミチが触ったら止まる。触りません。大地さん、AT6 さん、トロンさん、クマありがとうございます。クマありがとう。のまけものさんありがとう。今日のミチモード感ある。ほんと？どう？これね、舞台見に来てくれたね、友達がプレゼントしてくれたんです。あのね、幼なじみなんかな、広島で友達だったんですけど東京行っちゃった女の子、握手会にもねたまに来てくれるんですよ。そう、なんかね個性的な形でね、でも星なんだってこれ。そう、星の形らしいんですよ。見える？しかもね、これ前に来た、トメグが前に来た時にね、これトメグが蝶々なんですよ。すごくない？めっちゃおしゃれよね。そう、たまにショールームも来てくれる。やっほー、言うかな。そう、かわいい。そう、ちょうちょ前に来てもかわいいの。ありがとうって言ってる。太陽に見える。でもかわいいよね、なんかかわいい。その友達僕にもちょうだい、ね、しかも箱がめっちゃ可愛かったの。リバーシブルと呼ぶんですかね。でも可愛いよね。ひなぎくがつけてたネックレスは衣装さんのです。私のじゃない。あれ欲しかったんですよね。でも欲しいですって言えなかった。なっちゃんさん、ふなさん、ありがとう。センスあるプレゼントできるようになりたい。わかる。何が喜ばれるのかね。でもさあ、これ喜ばれるなって一個思ったらさ、もうそれしか送れなくなるんですよ。なんかあのカフェのカードとか。そう、一時期カフェのカードばっかね、プレゼントしたりねする時が会ったりしちゃったりしたけど、そうさん、コーラさん、ありがとう。カフェのカードあるじゃないですか。ね、相手を調べ上げてあげる。
麦茶さん、ゆきかぜさん、ありがとうございます。少ないそんな。みちは何もらったら嬉しい。え、わかんない。何でも嬉しいね。気持ちがあれば何でも嬉しいですよね。今日なんか顔違う？いい感じ？どっち？そんな、ちょっとまだいらんかな。テラさんありがとうございます。服嬉しいよ。愛情、あ、嬉しい。愛情、とっても嬉しい。土地はちょっとまだいらん。ヨッシーさん、86さん、クマありがとう。そうそうそう。今日かわいい。今日かわいい。でもいつもね、最近なんか気が抜けた顔してたからね。舞台中に差し入れしましたよ。今日なんか目がでかい。そうかしらね。博品館さんの近くにあのドン・キホーテがあったんですよ。そう、目がでかいのは映る角度な気がする。それな、この角度がいいってことですよね。フィックスフィックス。顔いつも変わってるイメージ。嘘、すごいね。あって、で初日の日にね、8時50分ぐらいに着いたの初日。でまだ8時40分に着いて、で8時50分にからしか開かないですよって言われて、あ、10分早く着いちゃったって思って、初日だけなんか差し入れしやせんとって思ってドン・キホーテに行ったんですよ。で何がいいかなと思って、あ、まあ、自分が喜ぶのはこれだって思って、そう、あのオロナミン C をね、まず30本こう持ってったんですよ。30本って意外と重くてね。で行って、よしって思ったら、よしって思って、でなんか今日ってスタッフさんとあのキャストさん全体合わせて何名くらいいらっしゃるんですかって言ったら、50人ですって言われたから、あ、50人もいるのかと思って、でもう一回早く着いたけんもう一回行って、20本また足してこうやって担いで持ってって、でもね、なんかチキってね、差し入れですって持っていけんかったんよ。そしたらね、他の方がね、先にオロナミン C をあの差し入れしてしまってから、そしたら自分も、あ、差し入れですって言って後から持ってったんですけど、そう、じゃけんね、すんごい、もうね、冷蔵庫の中が C だらけだってね。でね、しかもね、その誰々さんから差し入れいただきましたってやつもね、私出なくて後からやってたから、あ、ちょっと先にやっとけばよかったって思ったけど、でもね、俺のミシは何本あってもね、何本、初日にいっぱい来たらその分ね、ずっと5日間あったからいっぱい飲めるから、そう、みんなはつらつにね、差し入れって自腹なん、わかんないですけど、自分は自腹で差し入れしたかったから、ちゃんとお年玉から出した。あんまりなんか自分ね、なんかあのお小遣い制じゃないんですよ。なんか
言ってお金もらうみたいな感じやけん、そう、その時お年玉を持っとってからお年玉でちゃんと出した。ね、自分で差し入れしたいじゃないですか、ちゃんとね、わかる。もちろん STU さん、 STU さんって言っちゃった、まだ STU の運営さんが見に来てくださって、その運営さんも差し入れしてくださったし、キングレコードさん見に来てくださって、キングレコードさんも差し入れしてくださったし、まあ、そういう差し入れをいただいたらちゃんと今村道キングレコードさんからですって言って渡しました。私からじゃないですって。気持ちはね、気持ちだから。そう、どんな差し入れもらったの？なんかゼリーとか。差し入れで一番テンション上がったものはさくらんぼですよ。もうさくらんぼが手の届くところにあるなんてって、さくらんぼ大好きなんですよね。めっちゃ美味しかった、めっちゃ食べた、大好き本当に。美味しかった本当に。お、ヨッシーさん、お誕生日おめでとうございます。よよいしょ、ヨッシーさんおめでとう、おめでとうございます。ミニトーン、ね、好きな食べ物 STU の、 あのホームページは今広島のもので書くって書いてるけど、でもちっちゃい頃からずっと好きな食べ物って聞かれたらずっとずっとさくらんぼって答えてたから、クランボが本当は好きなんですよ。そうさん、ふうみんさん、ありがとうございます。最初はさくらんぼって書いてた、なんか好きな食べ物、なんか広島、ね、瀬戸内じゃけん瀬戸内のもの書いておいた方がいいかなって思うじゃん。昨日の虫、あ、忘れてた、いるのかな、わかんねん。ネルトンさん、ふうみんさん、こもちんさん、ありがとうございます。しんちゃんさん、ありがとうございます。そう、さくらんぼも好き。そう、ゆうたあとまくさん、ありがとうございます。ただのおたくさん、きよさん、ありがとう。きょうちゃんさん、ありがとう。なんかね、だって広島来てなんか食べれるじゃん、自分のね好きなもの伝えといたら、あ、広島これが美味しいんだって感じになるからさ、広島のものとか買い取ったんだけど、でさくらんぼが止まらなくなった。 Wi-Fi 切りましたらいい感じになりました。あと触ってないのと、なかなか携帯今触ってない。さくらんぼ美味しかった、さくらんぼ、さくらんぼを結べるか、中放り込んでその身で輪っか作って、真ん中に通せば OK。 楽しいさん、ありがとう。誰の差し入れだったの？さくらんぼはなんかセヨンさんっていう韓国の方の差し入れ、
韓国の方の方のなんかお知り合いの方の差し入れ、よくわかんない買ったんですけれど、そうすごかった、めっちゃあった、ブワーって、もうデミニアさんありがとうございます。恋しちゃったんだった、これダメじゃん。そうタニモンさんありがとうございます。タタのおたくさんありがとうございます。気づいてくれてる？何を？ユタンさん、デブニャンさんありがとうございます。今日ちょっとあんまり触ってないけんさ、携帯いつも触って、ビルマさん、ヤタロウさんありがとうございます。触っとるけど、あ、それが気づいてないでしょう、だから、うん、雪風さん、クマありがとうございます。ギフト飛ばしちゃうかもしれない、触ってないから。ひなぎくかわいかった、今日の前髪の感じ結構好き、自分も好きなんよ、束感みたいなの。でも今日はね、あの人工じゃなくて自然になった束感だった、ダンスしたらこうなった。みちもテストは参加できた、しました、しました。え、聞いてる？え、でもテストのやつまだ流れてないですよね、テスト、あの課外活動のテストってまだ放送されてないよね。来週かね、めっちゃ聞いてほしいんですよ、めっちゃ聞いてほしいことあるけど、まだまだ言わない方がいいのか分かんない、言ってもいいと思うけど、めっちゃ聞いてほしい。よしきさん、クマありがとうございます。マリーナできなかったって言ってたの？ショールームで、え、多分言ってもいいと思うんですよ。私が受けてたの見た？流れてました？まだあの、そうなんじゃ。ゴンジーさんありがとうございます。まだ何も流れてないのね。まだ言わんでほしい。違う違う、そうじゃないの。違う違う、そうじゃない、違うんですよ。ちょっと私のあれ、私のただの文句というか。タニモンさん、ビルマさんありがとうございます。いやでもヒロくんさんありがとうございます。文句じゃない、これはありがたいことだと思っとこ、これありがたいことや。そうそうそう、なんとなんと、なんかね、まあ、ずっとあの舞台のために東京にいたから、みんなと一緒に
けれなかったんですよ、あのテストを。そうで、一人で受けることになったんですけど、もうね、朝めっちゃ早かったの。6時半テスト開始で、5時何分に集合で、6時半テスト開始で、そう、めっちゃ早くない？他のみんなはね、他のみんなは9時とかね、ちゃんとね、なんかね、9時、もうちょっとなんか遅いかね、なんかね、ちゃんと起きてからね、なんかメイクもついてやってたんですけど、私は自メイクして6時半で、ねえ早いね、そう、ちょっとねえ、じゃあみんなも6時半からしてよって思ったんですけど、そう、まあね、でもテストをさせていただけることもありがたいですよね、それは今思った自分で。もしかしたら受けれなかったかもしれない今村を、スタッフさんもそんな朝早くからね、集まってくださって、いやでも早かった、マジで早かった、早かった今村って覚えといてください本当にハンデとして15点プラス、本当に本当にお願いしますよ。そう、朝早かったんです。そう、みんなより朝早かったからって言っとく。もう何も考えずに、何も考えずにしたよ。ごちゃん見てる？見てないんです、ごちゃん。そう、1年半とかぐらいもう見てない。最初見てたんですけどね、見ない方がいいよって言われてから見てなかったんですけどね。でもなんか村だよりとかでね、なんか気にしないでねみたいな来るからさ、あ、今大変なことになってるのかなみたいな、そう、皆さんの気にしないでねみたいな感じのやつで、あ、今大変なのかってなるんですけど、あ、でもなんか名前で英語させたらまとめがね出てくるからさ、ツイッターとか出てくるんですけれど、でも そんなすごい、でもすごいですよね、ないことであんなに炎が立つからさ、怖いですよね世の中。スルーに限る、そう、なんか否定しても、否定をしたいんですけれど、否定したらなんかもっとなるかなって思うんですけど、ふわーっと。でも
昨日言った本当のことがなんか苦しい言い訳みたいな言われたし、てか朝のメールも最近めっちゃ何を言ってもそうなると思うんですけど、そんなことはないので落ち込んでないよ。だってないことでそんなに言われても別に落ち込むも何もなんとも思わない、なんて言ったらいいのか分かんないけど、でも自分は別にいいけど、私の周りで何か私のせいでなんかね迷惑かけたら申し訳ないですよね。私のせいでっていうか私のせいなんでか分かんないけどなんて言ったらいいのか分かんないんですけど、私本当にそう、あの時ね1分でも配信しとけばよかったって思った。レムニアさんありがとうございます。それだけ注目されてる。やった STU 公式のインスタのショット。いや私はねあの ツイッターに載せられてたやつがねこれは私かみたいな思ったやん。アリバイ作りみたいな。だってみんな何もないことでもさそんなアリバイも何もないですよね。皆さんないことでそんな書くのにね。確かに緑似合うって言われたよ。なんかあんまりああいうので緑を着る方っていないらしいんですけど、そうないからこそ着てみようかってなって着てみたんですよ。緑良かったね。そう。近くの方やビエルティ売ってないね。本当天さん、きょうちゃんさんありがとうございます。純粋に否定すればいいだけ。でも否定なんて否定すればいいんですか。したらしたでまたなんか言われるもん。だから私はあんまり気にしてないので皆さんも気にしてるって思わないでください。皆さんも気にしないで。そうさっきちょっと否定したけど息苦しい。ほらまたそうやって言うから。まだ BLT 買ってない。ダメですよ。めっちゃいいですから本当に見てほしい。ウシナは売り切れてるの？
すごいね。嬉しいね。笑い飛ばすのが正解。そうなの？それまた。はい。すごいね。ラーメン、ラーメン食べたい。広島まだ入荷してない。本当？でもなんか今日お父さんがいっぱい買ってきましたよ。裸足で撮影。そう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 。ちょっとだけね。BLT さん良いね。とても良い。嬉しかった。でも本当にあれはメイクさんとカメラマンさんと皆さんのおかげですね。あれはほんの自分でも見たことないほどね、いい感じに撮ってもらってるからびっくりしてね。かっこよかった？クリアでね。よかった。この子自分これが好き。こんな顔のやつが好きだった。皆さんはどれが好きでした？そう、あれめっちゃ薄いのメイク。だってマスカラとかしたっけって感じのレベル。で薄かったんですよ。本当に薄かったの。わかる？あれ好き。黒の方が好きか。俺はこんな顔のやつどれだよ。わかんないよ。そうだ。感想は握手会。絶対忘れとるじゃん。ココが褒めてた。本当？わかんねえ。ダメだよ。ハモンさんありがとうございます。ねえこれいいよね。今日も美月先輩めっちゃ可愛い。ありがとう。なんでだろう。でもやっぱ多分自分ね、束感が似合うんだと思う。タイトルの優しい時間。優しい時間っていいね。ああいうのってなんて書かれるかわかんないからさ、ドキドキしますよね。優しい時間にしよう。顔をすれば叩かれる、本すれば大炎上、怪しいとなれて拡散中、確認この夜は済みにくい。細くなった。本当？テロップ採用。毎日それにしたいわ。5ページ目の右上の小さく載ってるやつ。あ、こんなやつか。風が吹いてるみたいなやつ。ルキアさんありがとうございます。束感ってこういうなんかこうちょっとずつ束になってる感じのやつ。穏やかになった。今頃書いてるんじゃないですか、多分さっきの方たちが。こちらにポーズ自分で決めるの。なんかもう覚えてないけど、なんかあ、でもこうしてこうしてみたいな感じでした。超ぎこちなかったから、初めてのソログラビアで何したらいいのか分かんなかったからさ。
メラマンさん褒めてくれた？すごく褒めてくださいました。未知のために時間割いてる人っていう認識、確かに。ありがとう。白結びのみちがドストライクの浜ちゃんさん、ありがとう。そう、うん、いよりさんありがとう。ビーディーマンさんありがとうございます。自宅からの配信だと落ち着いてる。え、なんかそう、なんかね、なんなんじゃろ、やっぱここいいね。なんかね、ちょうどいい涼しさとか、すべてがちょうどいい。本当もうずっと食べたかった汁なし担々麺食べました。今日コンビニだったけど超食べたかった、ずっと食べたかったから。僕も落ち着く。本当？そう、今日お母ちゃんのご飯食べてよ、うん、ミチの舞台見てファンになった。ありがとうございます。ツイッターショールーム、インスタ、インスタ STA の、ありがとうございます。ずっとずっとそばにいたいよ、君はいない、世界は無意味、ずっとずっとそばにいたいよ。ママ、僕は当初男性俳優とツーショットを撮らないという約束をしてたのに、のした理由？そんな約束してましたっけ？なんか一回ショールームで。してたっけ、なんかとあまだ撮ってないですみたいなことは話したけど、いやだっていっぱい来るから、そんな約束してない、いやしてないですし、なんかなんて言ったらいいんだろう、本当にあのあの尊敬してる方々なので、私からしたら皆さんはそういう風に捉えるけど、だから自分からしたらなんでそんな風に捉えるのって思うけど、でもそうですよね、自分もそうなるかもしれませんしね、そんな感じ、私がそうだったらね。まだ撮ったことないって言った、そうまだ撮ったことないって言ったけど、なんか舞台見に来てくださった私のファンの方が、私以外の
出演者さんもこの人すごかったこの人すごかったって言ってくださってる方が多かったから、あ、じゃあ共演者さんといっぱい写真撮っていっぱい皆さんっていうかツイッターとかに載せて、載せたらあの嬉しがってもらえるというか、なんかいいかなって思ったんですよ。自分以外の方をあのでも確かにそうですよね。ごめんなさい。皆さんが他のキャストさんのことも好きになってくれたから、自分もすごく本当にいい方々ばかりで、もっと皆さんにも私のことを応援してくださってる皆さんにもあのキャストさんの皆さんの魅力というかことを知ってもらいたかったから載せたんですけど、まあ確かに泣いてないですよ、全然涙も出ないですよ。見に来てくださって舞台を楽しんでくださった皆さんに喜んでもらいたくて載せたものだったんですけれど、結果としてはこういうねことになってしまった。私はいいんですけど、一緒に写真を撮って私が載せてしまったばかりに、そう、私のな、私なんかなんかってなんていうのかわかんないけど、私と一緒に写真を撮ってくださった方がそう見られるのは申し訳ないから。普通治ってないよ。そういう気持ちでした。サクランボの話にも、そう、サクランボの話結構怖いですね面白い。ギター弾くよ、ギター聴いてね、頑張るから。飛んでないよ、全然。ひなぎくんにはもう会えないですかね。どうですかね、どうしましょう。カラコンとウィッグ持って帰ったからねどうしようかね。さくらも好き？私も好き。
早朝のテストは後で話す、来週話すよ。白のストラトいいよね、うん、ひなぎく配信しようかな。家に帰ったらさくらんぼがある、いいの。さくらんぼが待ち構えてくれてるなんて嬉しい、嬉しいね。願わくばこの負の連鎖を断ち切り、運命っていう私から解き放ってください。はい、それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位ソウさん、12位エイティロクさん、タピオカ、はい、11位テンさん、北海道、10位ふうみんさん、9位いしけんマシンさん、8位トロンさん、7位伝説のヒデポンさん、6位ホタテサマーさん、5位大地さん、4位ゴモ、あ、またラーメン初壇上、え、ありがとう。3位つうもさん、2位なななむのさん、そして1位はルル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 、ありがとうございます、うん、そうだね、ありがとうございました。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルルルルルンジャジャン、リクさん、ラッキーボーイリクさん、ありがとうございます。それではまた握手会待ってます。それでは今日も一日お酒飲んできた、ありがとうございました。お休み中、またす。Mm-hmm.